第1回新旧一番いい宝箱対決ということで、どうもドズルです。今日もクラッシュライアルお送りしていきたいと思います。さあ、ということで本日の企画なんですけれども、2つ宝箱を引いていきます。1つはね、今新しくなりました一番いい宝箱、こちらウルトラレアキング宝箱、そしてもう1つは昔のね旧型の一番いい宝箱、スーパー魔法の宝箱。この2つの宝箱を引いて、どちらの中身が優れているのか白黒つけようぜという企画でございます。まあ、世界広し、実況者もたくさんいると思うんですが、クラロワの宝箱でね、宝箱同士を対決させる実況者は多分私だけなんじゃないかなと勝手に思っているんですけれども、今日はこちらの企画やっていきたいと思います。で、採点基準なんですけど、私結構ノーマルカードとレアカード、乾燥してるカードが多いので、もう独断と偏見でこっちの中身の方が優秀と、カードレベルに問わずね、私のカードレベル関係なく、こっちの内容の方がこういいよねって、万人受けするよねっていう方を優勝と、したいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、ということで早速じゃあ引いていきましょう。先手、新しい宝箱ウルトラレアキング宝箱、参ります。こちらはねもう優秀ですよ。だってウルトラレアが確定で入っているんで、しかも、ゴールドもスーパーレアもレアカードもねかなりバランスよく入っているということで、中身気になるところですが参りたいと思います。さあ、2500エメラルドを投資いたしまして、まずは先手、ウルトラレアキング宝箱初手ゴールドでやってまいりました。これはかなりポイント高いですよ。さあ、そしてここからはドラフト地獄。まあね、どちらか好きなカードを選べるということで、これはかなり、いいチョイスができるんではないでしょうか。これ難しいね。ガーゴイルとスケルトンだったら、今だとガーゴイルのがやっぱ使われてるのかなということで、ガーゴイル選んでいきました。さあ、そして続いてはザップとヤナメ。これもどちらも優秀なんですけれども、まあ、ザップの方がより汎用性が高いかなというところで、ザップ選ばせていただきます。さあ、今のところウルトラレアキング宝箱かなりいい調子でノーマルカードを選んでおりますが、さあ続いては、おお、大砲とテスラ。これはね、大砲の使用頻度かなり今落ちてきているんですが、まだまだ優秀な防衛説です。ただしテスラ、2回前のバランス調整で 41% 攻撃力がアップして、かなり今いろんなデッキに、ね、入れられているというところで、今回はテスラ選んでいきましょう。さあ、ノーマルカードはかなり抜群のセンスを誇っているが、ここでアイススピリットと、そしてヤリゴブ、これはもう一択かな、アイススピリットでしょう。さあ、ということで残り3枚になりました。ウルトラレアが1枚ということを考えると、続いてレア、そしてスーパーレア、そしてウルトラレアという順番でしょうか。参りましょう。さあ、いやー、これ難しい、これは難しいけど、最近トレンドのやっぱゴブリンの小屋でしょうかね。ゴブリンの小屋ね、ゴーレムデッキとかにも入ってたりとか、ゴブリンの小屋プラスのオーブンが入ったね、ミュージックマスターデッキとか、すごく今いろんなデッキに組み込まれているので、こちらやっぱね、ドラフトだとこうなんて言うんだろう、使わないカードがないというか、どっちか好きなカード選べるんで、すごく総合点高くなりますね。さあ、そしてやってまいりました、ハンターオアネクロ。いや、どっちも優秀だけどな、どっちも優秀だけど、今やっぱ可能性ポテンシャル的にはハンターにね、期待の意味を込めてこっちを選んでいきたいと思います。さあ、そしてラスト、これは気になるところ、ウルトラレアは何が出るのか。おーっと、これはランバージャック、そしてエレクトロウィザード、これはまた難しい選択になってまいりました。どっちだろうね、一般的にはエレイズなのかな。ただ今回は独断と偏見で欲しいものを選んでいくと。ランバージャック、最近ゴーレムデッキに使ってるんですけど、まだカンストまで遠いな。まあでも今回はね、カードレベルに関係なくなので、そうですね、難しい、かなり悩んでおりますが、エレイズにしときましょう。さあ、ということで先手ウルトラレアキング宝箱は以上のラインナップとなりました。まあ、やっぱね、すごいこうドラフトだけあっていらないカードがほとんどない。今ね、トレンドなカードだったりだとか、強いと言われているカードを積極的に選ぶことができたんで、やっぱ宝箱としての総合力は高めでございます。総合点計算いたしまして、75点。適当、マジで適当ですね。75点つけさせていただきたいと思います。さあ、ということでじゃあ後半戦参りましょう。後半戦はこちら、スーパー魔法の宝箱を引いていきたいと思います。ちなみに点数はもう私の勝手な、もうあれですからね、感覚なんで。おっと、まずはこちらスーパー魔法の宝箱、なんと初手でゴールド。これはね、先手の、さっきのね宝箱は4200ゴールドぐらいだったと思うんで、かなりもうここでリードを取りました。やはりこちらの方が優秀なのか。そして吹き矢ゴブリンやってまいりました。
続いてはウィザード。あ、ただここでウィザードを引いてしまうのはかなり痛いですね。あ、ウィザードはあんまり優秀じゃないって言ってしまうとすごい怒られてしまうかもしれませんが、まあ、あんまり優秀じゃないですよねちょっとこれはポイントが低い。さあそしてザップ200枚はかなり熱いです。まあ、こっちの方がね、宝箱の内容的にカード枚数も多いんで、外れる枚数もあれど、やっぱりね、当たった時のこの枚数の大きさっていうのは点数に響いてくるかもしれません。さあそして続いてロイヤルジャイアントね、結構みんななんかバカにする風潮があるんですけど、やっぱりノーマルカードの中ではすごく優秀なカードだし、これで一気に390枚出ることによってね、レベルが一つ上がりやすいと。やっぱりこの宝箱一つ引けば戦力が大幅にゲットできることができるかもしれないというところも踏まえると、やっぱりポイントは高いのかなと思います。さあそしておウルトラレアの確定演出がやってまいりました。そしてレアカードのザッピーが136枚、これは控えめに言ってちょっといらないかも。ザッピーはね、ちょっとハンターとゴーストが優秀すぎるのが悪いのかもしれないけど、もう全然見向きされてないですね。ただザッピーだけでタワーを落としたりだとか、すごいポテンシャルあるカードだと思うんですけど、4コストで空を攻撃できないというのがすごく辛い。さあということでウルトラレア参りましょう。さあ何か来る？来い。あー、スケルトンラッシュか。まあスケルトンラッシュもちょっと下火になったけど、全然みんな使ってますよね。あのすごいいいカードだと思います。さあラスト、さあスーパーレアはハンターということでございました。こちら点数つけるの迷うけど、いやでもな、結構枚数的にはこっちの方が多いけど、点数発表いたします。69点。はい、ということで69点やめた。69点はちょっととある理由によってやめます。68点にしておきます。はい、ということで、いやー今回ね、新旧一番いい宝箱対決ということでやってきたんですけれども、まあ、結構ねこうやって引いてみるのも面白いかなって思いました。最近なんでこれやろうかと思ったかっていうと、最近さ、こうスーパーレア以下、レアとかノーマルとかがもうカンストしてしまっていて、1枚1枚のなんかありがたみとか考察とかがなかったんですよね。だから、まあ、こうそういった意味で今の環境に合わせてどのカードが優秀かとか優秀じゃないかとかいう議論をしながらね、なんか久しぶりに引きたいなって思ってたら、ちょうど、スーパー魔法の宝箱がアンロックしたので、まあ、今回みたいな企画をやってみました。もしね面白かったよという方は、あのコメントで面白かったよとかグッドボタンとか押していただけると、なるほど次もやろうかなと、第2回が開催されるかもしれませんので、ぜひとも、皆さん引いてみてください。まあ、でもどうなんだろうね、あの最終的にまとめると、やっぱり今回のこの新宝箱優秀ですわ。あのスーパーマウンタクラ箱は 100% じゃないんですよ、ウルトラレアが。だからまずそもそもウルトラレアを確定で1枚ゲットできるっていうところに強みがありますし、外れが出ないね、2枚分の1枚を選んでいくので、そのいわゆる外れっていうカードを引く確率が少ないっていうことを考えると、まあ、環境変化には弱いかもしれませんね。例えば今弱いって言われているカードがいきなり強くなった場合、これだと、今強いカードしかみんな多分選ばないと思うんで、こう環境の変化、バランス調整の変化によってこうデッキをね、変えるってなった時にちょっと辛いかもしれませんが、それでもやっぱり今強いカードっていうのを積極的にチョイスしていくことができるので、まあ宝箱の偏差値は高いのかなと、宝箱偏差値はかなり高めなのかな。しかもウルトラレアってさ、なかなか引く可能性も低いし、あのパーセンテージも低いし、しかもこう機会も限られてくるので、まあ、そういったところで2枚のうち自分の好きなウルトラレアを選べるっていう、もうそれだけでも、2500エメラルドの価値っていうのはねめちゃめちゃ、高いんじゃないかなと思います。一方で、あのスーパーマホン宝箱ね、一発がでかい。やっぱノーマルカード一気に390枚とか、レアカードがね100枚以上一気にガツッと1種類の、カードが出てくるっていうところを、あの考えると、かなり枚数的にもゴールド的にも美味しい宝箱であるんですけれども、外した時の衝撃がねちょっと辛いかなと。その全然使わないボンバーとかが、例えばあの390枚手に入ったとしてもちょっとうーって苦しいじゃないですか。まあボンバー使ってる人はいるかもしれないんですけれども、やっぱ自分が使ってないカードが大量に来るリスクっていうのがあるので、まあ、それを考えると、やっぱりこのウルトラレアキング宝箱っていうのが、まあ、最強なのかなと。今現時点でね、偏差値は高めなのかなと思います。もしまた、スーパー魔法の宝箱がクエストとか、マルチでね、落ちてアンロックした際には、第2回開催されるかもしれませんので、ぜひとも楽しみに待っていてください。はい、ということで、いや、本日、やばいな。あの、宝箱の動画だけですげえ語りに語って10分近くの動画になってしまいましたが、じゃあ今日の動画ね、こんな感じで終わりたいと思います。また、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。